はい、豊島明です。平岡優斗です。はい、ということで、平岡選手今日はね最後で、あのホームゲーム最後ということで、はい、平岡選手をまあちょっと短い期間だったんですけども、あの一応ね結構追ってましたよね。そうですね、特に怪我してからはあのベンチ裏で、はい、追ってました。で意外なね、意外なキャラ結構見ることできたんでせっかくなんで皆さんに見てもらいたいなと思って、はい、作りましたので見てください。大学でどんな成長を期待しますか？もういやでもやっぱり自分で言ったんでね、有言実行してほしいですよね。ああ、まあ、自分の実力で戻ってくるっていうのはやっぱりやっ、ね、トライしてほしいですし、なったら嬉しいなと思いますし、頑張ってたらでもそういう道戻ったら、うん、見えるんじゃないかなとも思ってるし、うん、この短い期間でしてこのプロの世界ってどんな世界でした？やっぱ食事とかそういう日常、うん、バスケ以外のところも、うん、意識高いですね、うん、それとか本当にそれを大学行く前に触れられたってすごい大きな経験じゃないですか。そうっすよね、うん、なんかこうここにいられることがなんか当たり前じゃないけど、うん、少し当たり前にしてる感じがあるからそういう意味でなんか大物感はありますよこの5000人の前でワイセレブレーションを踊ったことある大学生ってまだいないですからね。大学入る前にね、ないですよね。引きずり
出されて、いやいやってお前去年の全国大会を考えてみろ、お前ずっとこんなイエイエイしてたって確かにそういうの、僕行きますよぐらいの感じでね。ちょっとゆきさんと踊りたかったんですけど、あの人ずっとことあるんですちょっとじゃあ大学行って、もうまたこっから大変な世界ですよね。そうですね、レベル高いから。どういう練習とか努力すればいいっていうのはすごい超身近で感じれたんで。なるほど、そこを、まあ、自分で活かせればよく思います。待ってます。最後 GO B コーで決めてください。 GO B コー。